はい、こんにちは、重工部のフラシです。以前にご紹介した360度カメラね、これも今ついてますけども、興味深いようですね。私も使ってて興味深いなと思って、なんか使い道いろいろないかなと思って考えてるんですけどね。メーカーさんの方からですね、広報用のオプションカメラも合わせて送っていただいてですね、ご提供いただいたので、ちょっと皆さんにレビューしたいと思いますね。広報カメラ今つけてる状態ですけど、取り付け方法めちゃくちゃ簡単でしたね。両面テープでペタンと貼るので、あそこだけがちょっとこう一発勝負的なことがありますけども、まあそれ以外はね、特に大したも難しい問題はなくやれましたので、よかったなと思います。まあもしこのカメラをお使いになる方いらっしゃれば、まあその本来のドライブレコーダーの役割を果たさせようと思ったら、後方カメラってあった方がいいかなと思いますね。まあ、事故って大体その前後の脈絡というか、事故の前に何があったか、前3分とか、もしくは後ろから車が近寄ってくる様子とか、そういうのもやっぱり必要だったりしますよね。必要な情報だったりしますんで、まあ、そういう意味では証拠としてもね、十分その後方のカメラがあるといいかななんて思います。はい、ということで、取り付け方法も合わせてねご覧いただこうと思いますので、それでは行ってみましょう。レッツゴー。実際にどうやって取り付けてるかというとですね、このケーブルなんですね。このケーブル、このケーブルを本体側にさせてやるんですけども、ここのね、カバーっていうかね、私のインプレッサーの場合はこのカバーのところをずっとこう剥がしていくんですね。ずっと剥がしていって、これはね、意外と簡単に外れるんです。これ意外と簡単に外れるので、こういう風に外れますかね、ちょっと今外しませんけど、ずっとこの中を通すですね。はい、ずっとここを通していって、ここもやっぱりこのカバーですね、このカバーの中をずっと這わせていって、まあ後ろまでね、ちょっとこれコードちらっと見えてますけど、まあ、こういうところに中にしまってやるですね。こうやってしまってやればいいと思います。でずっとしまってやって、後方もね、ちょっとこうやってどうしても物理的に見えちゃうことがあるんですけど、まあ、これ嫌な方はちょっと遠回りしてでもこの中隠していった方がいいですよね。はい、まあとりあえず便宜上つけてみました。でもっともっとやりたい方はこの中のこの内張りの中をずーっと通していくんですよね。でこんな風にここに出てきました。でここからはこの中、この内張りの中を通してこう外へ出ていくと。はい、で後ろ側へ行きますと、ここはねどうしてもね、本当は これですよ。本格的にやるにはこの中を通すと思います。ですがどうしてもね、ジャックとかもから通さないといけないので、もし一旦ここ血栓を切るかね、なんでちょっと大変ですよね。本当はこの内張りの中をここですね、このパイプを使ってこの中に出すということが一番でしょうけども、そこまで私はやりませんでした。適当ですみません、ね、でこれも、ね、意外と簡単にこうやって外れちゃうんですね。はい、こんな風にズルズルズルっとこうケーブルを這わせて、これがカメラ本体ですね。でカメラはね、取り付け位置結構微妙ですね。まあちょっと貼りながら後ろから確認して、で、まあ、できればこのセンターがここのカメラの芯に来るようにねつけるといいですよね。これ意外とセンターこの辺ずれたりすることもあるけど、まあ、別に大した問題ではないですよね。まあ問題としてはこのどの位置に貼るかのが問題なので、あまり上に貼りすぎるとこのテールランプがてかブレーキランプがね眩しくてカメラに影響したりするので、まあ、そんな影響しない範囲でできるだけ広い範囲が撮れるようなところをね、何回かこう確認しながら、これ貼ってすぐはね、貼った本当に数秒はパッと剥がせます、バラバラっと剥がせるけど、もう10秒20秒経ってしまうともうガチガチに固まってしまうので、まあ、そのあたり注意が必要ですけども、まあ、これだけですね。なので、まあ、貼り付けは簡単ですね。特になんか工具が必要なわけではないですね。外にね付けようと思うと大変だと思います。もっと大変な工事になると思うので、まあ、あとカメラの防水機能も多分これだとねあまり期待できないと思うので、まあ、このようにガラスの内側に貼られることをお勧めします。まあ、映り具合はね後ほどご覧いただくような感じでね、まあ、十分映ると思うので、それほど問題でないと思いますよ。はい、こんな感じで取り付けています。簡単でしたけども、まあ内張りとかをね、まあ、必要最小限外して取り付けているという感じ。まあ、ここの張り具合ね、あんまりこうパンパンに張ってしまうと引っ張った瞬間にコードが切れたりするので、まあ、ここはゆとりを持たせる必要があるかと思いますね。
です。はい、ということでいかがだったでしょうかね。今日はその360度カメラドライブレコーダーのですね、オプション後方オプションカメラとかな、オプション後方カメラとかなのご紹介でした。まあ、決して安くはありませんけれども、360度カメラの機能とあとドライブレコーダーの機能と、まあ、いろんな使い道があるかなと思ったりもしますので、よろしければね、参考になさってください。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもね、皆さんに役に立つ情報をお伝えしますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた明日の夜8時にお会いしましょう。You are some, さら。いや、やっぱり後方カメラいるよね。本当にね、たまにね、いるんですよね。今でもね、昨日かな、ダンプカーに煽られましたね。さら。